ここにいなり寿司がある、4個ある、食べていこうじゃないか、こういう感じです。いただきます。何も入ってない、シンプル、油揚げが煮てあって甘い。でもそんな極端に甘いわけではない。いなり寿司はやっぱり個性が出る。地域によっては甘いものもあれば、逆にしょっぱいものもある。これはどっちかといったら若干甘めの方である。ただこれは何も入っていないから、例えばごまとか紅生姜とか入っていればなお個性が出る。これは一般的ないなり寿司である。しかしもうなんか油揚げを半分に割って入れたような、そんな感じだな。この油揚げ、なんで油揚げ、何を油揚げにしたものなのか分かる人いるんでしょうか。これは豆腐を油で揚げたものを油揚げというらしい。にぎわい東北、こういうふうになってみます。特に稲荷寿司4個158円プラス税、1包装あたり396キロカロリー、炭水化物は 60.8 グラム。酢飯、油揚げに調味料、原材料は小麦と大豆です。秋田米飯給食事業協同組合が作っています。さあでは最後の1個いただきます。ごちそうさまでした。